成人面にも程がありますよね。オタク、この後に及んで自分だけは綺麗なままだとでも思ってるんすか。ああ、機嫌悪いなら出直しますけど。どうということはないよ。いや、露骨に機嫌悪いっすよね。自分はオタクの考えなんて今も昔もちっとも理解できないっすけど。付き合いも長いですし、そこまで表に出てるとさすがに気づきます。強いて言うなら、この屋敷が不便で困ってはいるな。旅先での衣食住は快適に整えたいのに。まあ、他人殺して乗っ取った家ですし、そうそう好み通りといかないのは当然じゃないですか。ルイの家は良かったよ。とても気に入っていた。家族の惨状を見て恐怖より先に殺意を持ったか。頭が少しおかしいようだね。覚えておくといいよ、ガキ。こういう時は泣くなり怯えるなりするのが正常だ。そうすれば家族と共に死ねたのに。
くそ、余計なこと思い出した。で、あの女の件なんすけど、峡谷が刺客をよこしたみたいっすよ。それも誘拐じゃなくて暗殺目的で。正直驚きました。あの女を欲しがってたって話じゃなかったんすかね。情報が古いよ、ルイ。峡谷にとってあの女はもう用済みだ。なんでです？少女ではないからね。は？いや、何の比喩ですそれ。まったく愉快だね、ヨーロッパは。とにかく峡谷に狙われてる厄介な女なのに、ヤンは手放す気なさそうです、今んとこ。ふん。やっぱり美味しいね、スフォリアテッラ。私、あなたの作るのが一番好きよ。街で買うのより美味しい。うまい。ユエンと会ってきたんでしょ？どうだった？無意な会話で時を浪費した。さっさとこの町での暇つぶしに飽きてほしいものだ。まだしばらくいるつもりなのね。いつ帰るんだろうね。どういう意味？私は嫌よ。僕も反対。いや、確かに長引かせても利はない。こちらからも仕掛けてみるか。
食事の件をゆえんに連絡した。あさって来る。お前も同席しろ。ゆえんの希望で。そんなにゆえんに会いたいか？面白いことを言う。お前の行動いかんで俺の身体が左右されるとでも？あまりおもねるような真似はするなよ。俺の女らしくしていろ。出かけるよ。ジャント狩りに誘われたからね。傷の具合もかなりいいし。ゆえに会いたくないもん。そこの双子、そろそろ出るんでさっさとしてもらえます？はいはい、わかってるよ。気をつけてね。招待してくれて嬉しいよ。ありがとう。このガキとの付き合いは長いが、食事の誘いなどもらった試しがない。こんなことを考えるのは別の誰かだ。ヤンは私に対する感謝が足りないからね。そういう部分こそ女に習ってほしいよ。相変わらず傲慢な男だ。俺を駒のように扱っておきながら感謝まで求めるとは。殺してやりたくなる。私のおかげで生きながらえているくせに生意気だね。剣も女も賭博も商売も全て教えてやったのは私だろうに。どれも欲しいと望んだ覚えはないが。言葉にせずとも欲してはいただろう。
序列の6位をくれてやったのも、自責を用立ててあげたのも私の気遣いだよ。ルイは残党狩りを頑張っているようだね。まあ早々に流行って怪我をしたそうだが。先ほどから黙り込んでいるね。話が少し難しかったかな。イタリアの女はどんな話が好きかな。甘いもの？映画？それとも…昔話が聞きたいとでも。ふん、話しても構わないかな、ヤン。好きにしろ。付き合いの始まりは、このガキが私の親を殺したところからか。拾って必要なものは与えた。リューファンフィーに引き入れてブルローネを任せ、次は英国に。聞いているのかな。そうだよ、この町を掌握できたご褒美だ。私の後釜につかせてあげようと思ってね。私は近々シカゴに移る。経済の動きを考えれば、アメリカにリューファンフィーの巣を増やしておきたい。とはいえ、英国も中華民国にとって重要な土地ではある。今は植民地の反発を抑えきれず苦戦しているが、英国には国力がある。時期持ち直すだろう。比べてこの国は実りが少ない。元より豊かでもない上にファシズムの台頭がひどすぎる。高尚な理想と節制を掲げたところで民の多くは理解できないだろうに。ブルローネという得意な土地はそれなりに魅力だが、それ以上のものはないね。ヤンはここが気に入ったようだが。この国にもこの町にも愛着などない。それならロンドン行きはいわば昇進なのだし、素直に喜べばいいもの。貴様から地位を奪ってやれるのかと楽しみにしていたが、単なるお下がりを与えられ、貴様はより愉快な遊び場を手に入れるのだろう。俺の機嫌が良くなる道理はない。困ったガキだ。相変わらずわがままが過ぎる。ああ、ところでいつになれば貸してくれる？何の話だ？とぼけるな、その女だよ。くだらん冗談はやめろ。貴様が女に興味を持つはずがない。興味がないのはヤンも同じだろう。女などすぐ殺していたくせに、
今回は随分と長くそばに置いているとなるとがぜん気になるね。ぜひ試したい。ああよこせと言っているのではないよ、貸してほしいと言っているだけだ。試しに渡したところで返す気はないだろう。貴様に壊されてしまいだ。何度も同じことばかり言わせるなゆえ返答は変わらん。兄殺しも今すぐに動くという気分ではない。そうか、それは残念。だがどうせ最後には私の言う通りになる。抗うだけ無駄というものだ。私の頼みを断れるとお前は本気で思っているのかな？よし、今日のとこはこれで終わりすかね。ルイ、帰りにお菓子買ってよ。は？なんで自分が？私たち働いたよ、大活躍だったよ。ルイは弱かったね、僕とランの方が強いよ。は？お菓子はその報酬よ。ほら早くルイ。遅い人は置いていくよ。はあ？おたくら、人を殺した直後に甘いもんとかよく食えますね。ルイって意外と繊細ね。そんなことが気になるの？ユエンの下にいたくせにね。いや、まあ自分も食えないわけじゃないんすけど。じゃあ食べなよ、美味しいよ。いいっす。どうして？甘いもの嫌い？あー、今はまあ腹も減ってないんで、あと甘いものより肉の方が好きっつか。ふん、何でも好き嫌いなく食べないと大きくなれないよ。そうっすね、自分おたくらよりでかいんで、先におたくらが改めたらどうすか、食生活。見ててよ、今のルイくらいの年になったら僕の方が大きくなるよきっと。え、フェイはそのままでいいよ。え、私と目線が一緒でしょ、おしゃべりしやすいよ。まあそうだね。仲良しっすね、おたくら。Thank you.
うん。相変わらず妙なことに興味を持つな。語るほど愉快な生い立ちではないが、まあいい。俺の生まれは九龍城塞だと以前言った。あの町に限った話ではないが、娼婦は時として望まぬ子を産む。連中は産み落とした赤子を人買いに売る。ただ捨てるより金にする方が利口だろう。そのままどこかに売られるもの、人買いの手元で育てられるもの、飼われた赤子の行く末は様々だ。人飼いのもとで育てられたものは、盗み、殺し、売り、何かしら仕込まれる。ここまで話せばわかるだろうが、俺はそうして売られたガキの一人だった。商品が死んだところで、いくらでも代用が効く。与えられたのはその程度の暮らしだ。餌は残飯が出ればいい方だ。殴る蹴るは日常。俺から見た世界はそれが当然だった。しかし、不意に従う必要はないと気づく日が来た。人飼いはよくガキを死なせていた。そこから学んだ。目の前の男も殺せば死ぬのだと。男の喉笛を食いちぎった。武器を扱えるほど賢くはなかったが、己の身一つで十分だと理解していた。本来ガキの一人が反逆したところで何が変わるわけでもない。人飼いの仲間が来れば全てしまいだ。ガキを処分してまた商売を続ける。それが順当な結末だろうに、血まみれのガキを見つけたのは幸か不幸か、あの男だった。ずいぶん上手に殺したな。褒美に好きなだけ飯を食わせてあげよう。ちょうどいい。お前におあつらえ向きの玩具もある。それで、お前、名は？俺は答えなかった。その男は、俺には名がないと思ったのか。なら、お前のことはヤンと呼ぶことにしよう。ユエンは実の父親を殺した俺を咎めることなく一生に伏し、そして俺に名を与えた。俺はユエンの気まぐれに拾われ生かされた。当時すでにユエンはリュウファンフィの一員だった。無論幹部などではなかったが、俺が殺した男は人飼いの元締めで、リュウファンフィともつながりがあった。その男がユエンの父親だと知ったのは、ずいぶん後になってからだ。ああ、それについては恨み事の一つも言われたことがない。おおよそあれは人らしい情を持たん男だ。ユエンは俺に必要なものを与え、気まぐれに殺しの術を仕込み、時折仕事を手伝わせた。
俺がリュウファン風に入ってからもそれは続いた。あれと俺はそういう関係だ。お前の価値観で言うのなら、ユエンは恩義を感じるべき相手か？だが、俺はずっと殺してやりたかった。与えられる自由など、泥にも劣る。ああ、双子から序列について何か聞いたか？リュウファンフイでさらなる権力を求めるなら、まず上の人間を殺す必要がある。ユエンは過去、序列の6位を殺し、末席6位に加えられた。そしてほとんど間を置くことなく4位を手にかけ、その位を得た。すると6位が空席になる。空位に誰を指名するかは、先の序列を殺した人間が決める。ユエンはその時俺を引き立てた。6位と5位以上の差は大きい。末席である6位は序列の中でも特に短期間でよく入れ替わる。ユエンのようにそこから這い上がるものは稀だ。あの男はリュウファンフイの歴史上最年少で序列の席に加わったと聞いている。もっとも俺がその記録を更新したが、ユエンが俺を指名した理由は俺が4位殺しに手を貸したからだと言っていた。実際は手駒を序列に引き入れ、己の派閥を広げようという魂胆だったんだろうが、ユエンが今企んでいるのは序列2位を殺し、その地位を手中にすることだ。2位の縄張りはアメリカが中心だ。ユエンはかの国の旨味を分け合わず、全て奪おうという腹積もりだろう。殺せるのならな。しかし序列が上がるに比例し、優秀な手駒の数も増えていくというものだ。十分な護衛を配備している上、身内の管理も徹底している。それに手を出すのは決して容易ではない。序列1位のジジイなど殺しても死なんだろう。何せアヘン戦争以前から生きている化け物だと聞く。1位から3位までは本国で護衛に囲まれ、悠々自適に暮らしている。管轄地は基本自責以下に任せきりだ。しかし稀に自ら足を運ぶことがある。それがおそらくユエンの狙う好機とやらだ。近々2位がアメリカまで出てくる話でも掴んだと見える。序列殺しに成功すれば、その序列の派閥、土地、利権、兵に至るまで全てを手中に収められる。うまく御し、取り込むことができるのであれば、自身の派閥は急激に力をつける。御しきれなければ、内外から乗っ取られてしまい、
リュウファンフイの序列はすなわち力を持つ者、優れた者だけが這い上がる仕組みだ。何を考えている？嫌いは嫌いだが、顔を見ると虫唾が走る。何を言っている？これまで気に食わん人間は一人残らず殺してきたはずだが。楽しんでいるように見えるかい？今はお前を殺すか悩んでいるだけで、特に愉快ではないな。もっとも、私は生まれてこの方楽しいなどと思ったことはないよ。そう見えるなら存外、うまく人のふりができているらしい。構わん。不要だと思えば許していない。ゆえんの狙いを探るには悪くない機会だった。兄殺しは口先だけの戯れではないな。確実に実行するだろう。だが俺の手など使わずともどうせ殺してのける。それがユエンという男だ。類程度には使える手駒を他にも複数飼っているだろうからな。あれは俺に似たところがある。どうかしたか？ユエンは俺を試している。服従するか否か見ているのやもしれん。さて、お前はいい女だからな。一
目惚れされた可能性もある。俺の心が信じられんのか、こんなに可愛がってやっているというのに。死ねえ、言え。今日こそ貴様を殺してやる。そうまで殺し合いが楽しいか。今のは本当に惜しかったね、やん。これまでで一番良かった。もう少しで届くかもしれない。邪魔だな。ああ、そうだね。待たせたかい？しかし、何事にも順序というものがある。私もすぐには着手できなくてね。それは誤解だよ。もちろん覚えていた。約束は大切だからね。それにちょうど今決めたところだ。仕込みも済ませてある。